まあ、それでは、こちらのタイトルについて、間が発表させていただきます。参考にしたものはこちらです。一番最後の、ホームページは、なんか最近ちょっと前に書籍化したらしいので、よかったらそちらもどうぞ。ロジスティック会議をやることになった経緯なんですけど、言語主義の100本ノック第8章で、映画のレビューをもとに文章のネガポジ分類に取り組むタスクがありまして、なんか与えられたファイルの中に肯定的な文の集合を否定的な文の集合っていうのがあって、それをもとにこう自分でラベル付けしたり組成を抽出したりっていう、内容になっていました。で、組成抽出したりラベル付けしたりということをやってきて、で73本目の学習っていう回では、抽出した組成を用いてロジスティック回帰を学習せよって言われて、最初すごいこれびっくりしたんですけど、そこで出てきたので今回取り上げようと思いました。で、ロジスティック回帰がどこに位置してるかっていうと、機械学習の主なタスクとして回帰と分類っていうのがあるんですけど、回帰がざらっと言うと数値予測、こっちで言うとこれを予測してこうデータを置いていく。で分類ってなるとクラスタリングで、犬か猫かみたいな。で、ロジスティック回帰を回帰って名前がついてるんですけど、結局はこう分類問題に位置しています。そこでロジスティック回帰について、こちらのような内容で話していきます。まずは決定境界のパラメータから。そもそもなんですけど、先ほどお見せしたその犬と猫みたいな感じで、分類問題ではまず境界線というものを引きます。でここで、X が入力、 Y が出力、ここ出力は日分類の場合は例えばこう0か1の日で、θがパラメータとすると、θでこう、線を引いていく感じ、傾きとかに関わってくる。で、例えば、こう直線なんで、fθ イコール θx の場合、新しいデータ、予測したいデータ、x' に対して、このように分類することができます。θx' が正の場合は、y が1で、θx' が負の場合は y が0という形で、結局はこう θ のパラメータがすごく、分類においては重要だということが分かります。次にシグモイド関数について説明します。ロジスティック回帰においては、境界に用いられる、境界線の関数は、日分類の場合はシグモイド関数、こちらのような形で表されるんですけど、これが太字になっているのは、入力が、複数の次元ある場合に、行列のような扱いになって、それに伴ってシータも同じだけの次元用意して、で、点値行列で席を取る形になっています。で、シグモイド関数はこのような緩やかな S 字のような形になっていて、取る値は0から1で、ここに見るとこう 0.5 と0の時、この値が0の時に 0.5 を取ってて、与えられるデータがこの曲線上移動するという過程でやっていくと、ここの0の時を境に、起こりやすいか起こりにくいかみたいな大雑把な分類ができるということで、この関数を用いています。で、またこうそれ以上、例えば3つ4つ分類したい時はソフトマックス関数を使って分類しています。次に誘導関数について説明していきます。誘導関数は、分類の同時確率で表すことができます。式に表すとこんな感じになってて、すごい長い印象なんですけど、実際、例えば、
与えられた、出力が1と分類されている場合は、もう片方の方の項が、1に、まあ、0乗になるので1になって、今度逆にこう出力が0と分類されている場合は今度は、左側が0乗になって1になると、結構もう片方が1になってうまいこと消えてくれるような式で、まあ、それで答えだと、割り振られる確率の、全ての場合で、積を取ったような形になっています。次に、こちらについて説明していきます。結局こうシータが大事だって言ってたんですけど、まあ、これをどうやって求めていくかというと、まあ、最適化問題に落ち着きます。目的関数は、誘導関数を用いて、まあ、このような形で表して、まあ、計算の都合上で、対数を取って、対数誘導関数のような形で表して、まあ、これを、まあ、これが何の確率かっていうと、こう正しい答えが割り振られる確率になっているので、まあ、これを最大にするようなシータが最適ということになるので、こちらの対数誘導関数を、最大にするシータを求める最適化問題に落ち着きます。今度Y が1、 I 番目のデータの Y が1、に、割り振られる時のものをこう F と置いてあげて、先ほどの式をこう θj で微分していくと、まあ、このような形に表せて、ここからこうパラメータの更新の式を求めると以下のこの式が求めることができます。まあ、この辺最強効果法っぽい感じになっているので、この、まあ、ドットがあってイコールの列はまあ代入という意味でなっているので、はい、これで更新していくことで最適なシータを求めることができます。ちなみにこう導出については、まあ、宿題にさせていただきます。まあ、ヒント2つあって、1つ目がこう Y が1として出力される確率をこう用いるんだったら、もう逆の方は、まあ、この、結局出力ラベル Y は0か1の2次分類なので、まあ、全体の確率1から引いてあげればもう片方の確率は出てくると。で、2番目でこう θ で変微分、θj で変微分したんですけど、まあ、これを合成関数の微分を使ってあげると、まあ、上と下にこう F を持ってきてあげて2つの微分として扱うことができます。まあ、この2つを使えば多分自力で解くことができるんじゃないかなと思っています。最後に分類と簡単なまとめをしていきます。最終的にこう、更新していって何回か更新して得られたシータをもとに新たな入力 X に対して X' に対して、まあ、先ほどの非境界線引いた時の分類と結局は同じ、0の、シータ X の積が0より大きい時は1、0未満の時は、Y を0と分類することができます。まあ、ここで重要だと思われるものは、まあ、θ の初期値、あとは学習率かなと思っています。まあ、最終的に、まあ、作成したコードについては以下のところに記してあります。今回は以上で終わりにします。ありがとうございました。